大きく振りかぶって待て姉貴、近所の奥さんがお前の昨日の大喧嘩を見てたそうだ。てめえ、人様に迷惑かけたら私がぶっ殺すって言ったはずだよな。いつも言ってんだろ、俺のは人助けだ、やむを得ん武力行使なのだ。うっせえ、口答えすんな。青二歳がチンゲも生えてないくせに。いや生えてる、今はもう生えてる。どうせチョロチョロうっすらふわふわだろうが、ボサボサもっさりゴワゴワだ。高校入っても何も変わってない。喧嘩いたずら朝帰り、このクソ悪ガキ。あんた将来どうすんの？今のあんた見たら母さん泣くよ。母ちゃん出すなよ、関係ねえだろ。そう、じゃあ胸張ってお母さんに報告しな。いい？父さんが仕事で家にいない間、あんたの親はこの私。今回は罰として2週間夜間外出禁止。守んないとぶっ殺すわよ。えいって、たった一人の弟に力の加減も知らんのか。あんた将来どうしたいの？知るかそんなもん。ま、当分金に困らねえってのは確かだね。ネットオークションってどうやるんだ？明日ヒロキに頼んでみるか。失踪事件の続報です。全国で多発する失踪事件の捜査は依然難航しており。人間たちを楽園へ連れて行く秘密結社サイレン。赤いテレカはサイレンと連絡を取る唯一の手段。助けてよ。サイレンはただの都市伝説じゃない。下手すれば命に関わるよ。助けたら報酬1万円きっちり払ってもらうからな、天宮。500万未使用なら500万。うわあ、入れたぞ入れたぞ天宮。おはようございます。世界はつながる。サイレン入国管理センターです。それではこれから入国審査を行います。質問にお答えください。質問は2択になっております。はいの場合はダイヤルの1を、いいえの場合はダイヤルの2を押してください。あの女の声、録音音声だ。第1問、12歳以上の日本人である。イエスオアノー。なんだそりゃ。1。第2問、この国の未来に絶望している。イエスオアノー。第3問、過去に脳に傷を負ったこと、あるいは疾患があると認められたことがある。第4問、慢性的な呼吸困難、もしくは。第5問、喋る羊の夢を見たことがある。第6問、宇宙人は。第12問、言葉がなくとも思い。第13問、青い血を流したことがある。第18問、タケノコの里よりキノコの山。第24問、大切な友人がいる。第30問、人間より大きな生物を殺した経験がある。第31問、80度以上の熱湯を顔面にかけられたこと。それでは第60問。クイズかよ、飽きた。高校生活に満たされないものを感じる。第61問、将来のことなんて何も考えてない。第62問、家族と約束した門限なんて守る気はない。待てよ、どうしてこの女。死んだ母代わりに保護者面をする姉が正直鬱陶しい。衝動的な暴力に身を任せている瞬間だけが原因のわからない心のモヤモヤを吹っ飛ばしてくれる。どっかで見てんだろ、出てこいよ。こそこそ隠れてんじゃねえぞ。なんで俺のことを知ってるんだ、姉貴や母親のことまで。なんだこの女。てめえ、何勝手にどっか行ってんのよ。かけてきたのはそっちでしょ。図に乗りやがってこのクズ野郎、ウジ虫野郎、お前のためにやってやってんだろうが。ああもうガキってほんとそう、ほんとそう。世界が自分のために動いてるって思ってる。自分は何でもできるって思い込んでる。ふざけないでよ、童貞のくせに。うる
っせえぞこのイカレ女、今すぐ雨宮返しやがれ。俺は白子の養子なアゲハだ。何が秘密結社だ、笑わせんなこの人さらいが。あ、やべ。第63問、サイレンに行きたい？イエスオアノー。ねえねえ、サイレン行きたいの？イエスオアノー。コケにしやがって。見てろよ、俺なりのやり方で必ず尻尾を捕まえてやんぜ、サイレン。審査終了、合否は追ってこちらから連絡いたします。モミックサイレン第3回いかがだったでしょうか。吉野アゲハ役の桜井孝宏です。吉野吹雪役の関山美咲です。電話の声役の松木美優です。はい、どうも。電話の声役。そうそうだ、そう、そうですね、まあ、今は座っていっておこう。そうですね、今は座っていっておこう、はい、5階のお姉ちゃん、はい、あ、お姉ちゃん。やりやすかったですか。いや、やりやすかったです。実際私弟がいるので、まあ、そういう気持ちもあったのと、あと昔空手を習っていたので。そうなんですよ、ちょっと殴るシーンがあったところを、まあ、昔の気持ちをこう思い返して、まあ、ちょっと殴ったかなって。スカッとスカッとしましたね。あんまりこんな叫ぶこと女性ってあんまりなくないですか。あんまり、まあ、ね、殴ったりとか。そうですね、弟を吊るし上げて。そう、吊るし上げて、生えただけでバンバン殴ったり。チンゲがどうのってそこ振り返らなくて。私は言えません、もうセリフじゃないから私はもう言えません。ここ振り返らないで、どこ振り返るの。しかも今あの女子を囲んでの会なので。そうそうそう、だからでしょ。なるほど。なるほどじゃない。あとはいじれないでしょ。謎ばっかりのこの、まあ、そう、モミック的のこの、この第3回はね、謎だらけですね。謎だらけ今回はね。でしょ、うんうん、じゃあそこか。そこだ。そこだ。そこだ。ね、謎の謎の謎って感じね、もうなお前な。いや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 、謎でしたよ。謎すごい、そう、謎めいてた、謎めいてた、神秘的でしたね、うん、神秘だったね。光って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 た。ありがとうございます。どうでしたか。あ、でも美咲さんと一緒で、うん、あのなじることってあんまりないから、うん、楽しかった。しかもあの今、ね、奇遇にも同じ事務所の人が集まり、そうそうそう、先輩をなじったり吊るし上げることって ねなかなかないですよね。本当絶対ないですね、はい、絶対ないです。今日目が泳いじゃいます。そこなんだ。はい、ね、あんまりないのでね。いい経験でした。あ、僕も逆にじゃあいい経験よかった、させていただきました。ボディからメンタル的にもいろいろあの手この手で刺激を受けました。お話的にも、まあ、謎は深まる一方でございますが、次回第4回も見ていただきたいです。それでは次回もお楽しみに。